南八代駅は兵庫県丹波笹山市南八代ざ辻の下の壺にある西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅番号は JRG68 アーバンネットワーク及び JR 宝塚線の愛称区間に含まれている。二面二線の相対式ホームを持つ地上駅になっている。分岐器や絶対信号機を持たないため停留所に分類される。 駅舎は下り一番乗り場側にあるが、上り二番乗り場側にも簡易的な出入り口がある。ホーム間の移動には、古戦橋を使う。1997年3月8日の伏線化まで、ホームは短式一面一線のみで、行き違いができなかった。このため、普通列車の一部も当駅を通過していた。篠山口駅が管理する無人駅だが、移行化が利用可能で、 高学紙幣やオレンジカードが使えない簡易型自動券売機及び自動改札機が設置され、改札付近にベンチとゴミ箱がある。なおトイレは校内にはなく、下り一番乗り場側改札出て、すぐのロータリーに公衆トイレがある。日中は1時間あたり2本が停車する。朝晩は本数が1時間あたり3から5本となり、JR 東西線経由の電車もある。 兵庫県統計所によると、2016年度の1日平均乗車人員は148人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。西側を中心に、住宅街が形成されているが、他はおおむね田園地帯である。西側を走る、国道176号沿いに、新規グリーンバスの南や白バス停があり、以下の路線が発着する。また、 南東の国道372号沿いにも、コミバスハートラン及び平日朝夕のみ走る新規、グリーンバスの、クルスのバス停があるが、1キロメートルほど離れている。ABCDFGHIJK e、兵庫の鉄道全域 JR、三石神戸新聞総合出版センター、2011年12月15日、116ページ。 ISBN 9兆7843億4300万6028。ABCDE 市の明停車場変遷大事典、国鉄、JR 編 2JTB、1998年、127ページ。ISBN 978から4から533029806。兵庫県統計書。ありがとうございます。